はい、えー、皆さん、こんにちは。インスパイハイの杉浦です。えー、前編に続きまして、第5回のインスパイハイラジオのゲストには、えー、立命館宇治中学校高等学校の水口隆之先生にお越しいただいております。水口先生、続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いあの、もう前編はあのレスリングの素晴らしさをもう骨のついまでお話しいただきましたけど。 あのそうですねそこからあの,あの特別支援学級のお話とか、あと企業のお話とかっていうお話が出てきて、あのどういうふうな形で先生になっていかれるのかっていうお話をちょっと進めさせていただければと思うんですけど、はい、そもそもこうタイムライン的にはそのカナダから企業っていうのは日本で起業されてるんですか、帰国後。えっとですね、まあはい、そもそもその僕が、まあ、ロッさっき言ってたそのロッカートークっていうところで。 現地のカナダ人のレスリングのメンバーたちと、まあ、友達がすごく増えて、ロッカー投いっぱいするのと英語力が伸びていったと。はい、一方で、僕のようにその、えーまあ、例えば関西外語大学とか、まあ、いろんな外国語大学みたいなところから留学にこう来ている、はいう、同じぐらいの22とか21の子たちが、はい、もう何人かいて。でその あの結局、まあ、アジア人同士で釣るんだりとかあの、カナダ人との友達っていうのはまあできない中で、うん、でも、絶対地頭としては僕より賢いはずなのに、うん、学校でそのテストとかいろんなあのスピーキングとかやると、なんか僕の方が上やったんですね。うん、ロッカートッは。はい。僕みたいなその、最初何、何ヶ月前かはその、そロウッドサンキューしか知らない人間が、そういった友達をスポーツを通してあの作ることによって英語力が伸びる。うん いうところをを自分が経験をしてそれだったらまあ自分みたいなそのスポーツ一筋というかスポーツしかやってこなかった人間にたくさんいるっていうのはまあ感覚として分かっていたのでだったらまあ日本に帰って日本のアスリートをカナダのそのチームメートのところに紹介してその語学学校で英語を勉強していただいて午後は その僕の,そのレスリング部の友達たちが、あのオリンピックのナショナルチームのメンバーだったりとかしたので、彼らが水泳だったら水泳の環境をあの与えてあげるよ、陸上だったら陸上の環境を与えるよ、うん、レスリングだったらあのレスリングの環境を与えるよというところで、午前中語学学校、午後は、えー、スポーツの練習の環境を斡旋するという。業者っていいのを僕と えー、そのカナダ人の、うん、オリンピックメンバーと2人で会社を、まあ、作って、えー、いはやろうという話になってで僕がもう 1,、はい、1>, 1年間いたのでじゃあ私帰るわということで日本に帰って、はい、まあ半年だけまだ大学にあの2単位が残ってたので 2>,、はい、<laughs> 2単位をお単位を取らせていただいて、まあ、あ秋の卒業そしてそこからいろいろまた。あのー 作業現場に泊まり込みしながらお金を貯めて、そしてお金をた、ま、が貯まったら、あそのうん、スポーツ留学斡旋の会社の、まあ、チラシ作りますよとか <laughs> で。チラシ作っただけじゃダメだな、じゃあもう1週間働いて、その働いてお金で次は名刺を作ろうとか。じゃあ次はホームページ30万いるから、じゃあこの2週間、3週間働かなきゃいけないなっていうのは働いて、ホームページ作るとか。なんかいろいろありますよね、なんか夜刊とか作るとかなんかその リーガルチェック入れたりとかなんやらか考やれば,いればその自分がその建設業で働いてっていう,こう行ったり来たりっていう生活ずっとその6年ぐらいやって5年か六年ぐらいやってた <laughs> なんか始めるには建設業に行くっていう今みたいなクラファンっていう発想とか誰かがお金を融資受けるとかあはいまあ当時堀江門が付き合ってた彼女のお父さんにあのなんか あの融資受けるみたいな話とかあって、はい、そこまで俺できないなみたいな、<laughs> 自分でやっぱり男だったら自分で稼ぐんだろうみたいな話でやってたんですけど、まあ、結局今の感覚だったらその、そ、まあ、二足のバラジでこう片手間で両方ともやってたら全然進まないし、でもなんか当時は 23? あ、ゃ二24ですね。はい、24から29ぐらいまでの年なんですけど、はい、なんかもう目先のことにこう一生懸命なることがなんか前進んでるような感じがして。う で結局24から4、5、6、7、8、9とこの6年間ぐらいは一応そういった形で、えーまあ、集客もできるようだんだんなってきてホームページから集客をしてとか<い>あのー、幼稚園のインターナルの幼稚園の卒園,の卒園旅行で、えー、行ってもらったりとか、はい、あとは自分が営業していってこうお客さんを掴んでくるっていう一通りで、まあ、流れが一応こう6年目ぐらいにこうできるようになっきて。えー うん、やっぱでも29とか28ぐらいになるとやっぱり同級生たちはこうまあ一流といわれる会社に勤めてまあ結婚して子供ができるみたいな話があったりとかしていく中で自分は何かこうまあ自分自身その自分の夢を実現させるっていうことにはやっぱりこう自信があって一生懸命はやってるんだけれどもやっぱりまあ当時の彼女とか。 いろんな自分の親とか自分の周りの人って今すごい心配して,て、はいてその時にあるタイミングで29ぐらいの時にその昔その立命館宇治高校のおレスリングの監督で僕、はい、からこうスポーツ推薦で引っ張ってくれた先生が、うんあのー、当時私の岐阜のた実家にいたんですけれども、はい、そ,のそこにわざわざ来ていただいて最近どうなんやと。 あれからなんか留学発旋業とかずっとやってんのかということで、うん、もうまあその自分の夢を追いかけてそれをこう達成するっていう思いはまあいいことだし頑張ったらいいんだけれどもまあもしその将来的にレスリングに少しでも携わってやっていくっていうことがあればまあ教員の免許ぐらい取っといた方がいいんじゃないかということをポロッとちょっと言われたんですね、はい、でまあその監督っていうのも本当あのすごい厳しい人でその、はい そういう優しさとか、まあ、いうアドバイスとかかける人ではないんですけれどもあのんああの先生がそこまでなんか、まあ、僕みたいなもののためにっていうかわざわざその岐阜の田舎まで来てあの言ってくれたことがなんかすごく意味があることなんかなと自分の人生にとってっていうのを思ってで、まあ、免許をちょっと通信でもいいからあの取ろうと思ったのがその英語の教員の免許っていうことですね。 えー、そもそもその起業して6年間やられるっていう話、まあ、しかも回ってきたみたいなところで言うと、まあ、割とどうなんですか、壮絶な道というか、しんどい部分だったりもしたんですか、そうですね、あのーままあ、年間で言うと、何百万も回るような会社ではもちろんなかったですし、税金が入れるような会社でもなかったですし。 あの単純にその自分の身近とかホームページ上にこう質問してくれた人たちっていうのを少しずつこう集客して送っていった感じですね。やっぱ26年目でもやっぱりその自分の生計を立てれるような月20万30万なんて稼げるような立場でもなかったですしで実は当時あのあの最初の3年間ぐらいはカナダの,その友達と。 はい、一緒にカナダのカルガリーにその選手を送るっていう流れでやってたんですけどもでそこでも僕の友人のオリンピック選手とかあの利用してくれて向こうの語学学校とレスリングの環境っていうのをこうあの使ってくれたりもしたんですけど、はいでまあ、3年ぐらいでどうもまあ彼もやっぱり家庭もあるし、うん、うまくいかないなっていうのでまあ彼が1回出たんですねで僕1人になったっていうタイミングがあったんですけどそこでたまたまそのアメリカのまあ あの非常に大きな会社の日本の大きな会社の、あのー、元社長の方っていうのがもうリタイアされてそういう若者も応援したいという気持ちもありながら、あのー、そういうビジネスパートになりたいという話があって、えー、でその方と私で、まあ、あ今度アメリカのアーバインっていうカリフォルニアのアーバインっていう、はい、ところにまあ留学生を送っていくっていうふうにちょっとシフトチェンジはしたんですけども後半3年ぐらいははい、はい、すごいなそのいろんな なんかもう壮絶ですね、その流れを聞くだけでも。うん、でも本当ね, <laughs> ね、情けないですよあの。彼女となんか旅行行くとかって話になっても、1>, ねあのー、1万5000円ぐらいしか持ってないのに、なんか行くみたいなとか、もうなんか <laughs>、あのー、何もできないっていうかね、見え,見えだけしてはるのしかないっていうか。あそれ、6年続けられたのはなんかあるんですか、逆にこう。 やっぱその自分の中でやっぱりこう、まあ、今もそうなんですけど何かこう作り上げることとか何、うん、かをこう生み出すことっていうのは結構自信がある癖がちょっとあるんですね。で昔も自分レスリングすごく弱くて、まあ、1回戦防衛みたいな話さっきありましたけど、はい、ずっと負けてたんだけど、まあ、10年ぐらい一生懸命やるとある瞬間でこう勝てるようになったっていう経験が、まあ、レスリング上ではあったりとか。はい あのカナダの,その留学中も、本当、ひしこいて勉強したことによって、英語力が上がったっていう経験とか、うん、でビジネスにおいても、まあ、社長って本当、もまあ、ありとあらゆる社長っていっぱいいますし、うん、その中で自分ができないはずはないっていうか、うんうん、なんか頑張って、まっすぐにやれば、実現できるんじゃないかなっていうことと。 やっぱり自分しかできない人生を歩むべきだろうというのがすごくあったので、うん、まあ留学してそういった経験をさせていただいたのであれば、まあ、日本のアスリートとかこれからの人たちにとってもそれは絶対いい道だなという思いはずっと、あのーまあ、実体験なんでね、すごくあったとっいう感じですね。いや、もうなんかその、どうしても留学行ったら寂しくてあて、アジアとか日本の人たちで固まっちゃうとか。 でまあそれをなんか、じゃあもう、裸一貫で、なんか、じゃあネイティブの人たちとっていうのは、さすがにしんどいよねってなった時の、うん、その、スポーツを軸に、その国,まあ、国際交流っていうとすごいなんか主語、大きいですけど、そのまあ本当に人間関係作っていくみたいな、なんかそれってすごい普遍的な価値だなって思って、なんか事業としてもすごい可能性を僕も感じてしまいました本当そうだと思いますね。うん やっぱり言語の壁ってどこまでいってもあのなくなることって絶対ないですし、まあ、文化の違いとか異文化っていうのもこれ、まああのなきゃいけないことだと思うのでその異文化を超える一つのツールとして、まあ、先ほども申し上げたとおりその、まあ、たまたま僕はレスリングでそのゼロの距離で相手とこう接することができたからっていうところはありますけれども。 まあその相手と触れ合いながらスポーツを通して相手の人格とか人柄を知りながらこう友人関係をまず作っていく友人関係を作ったところからそのお互いの気持ちを知るために単語が生まれたりまあ文法が生まれたり言い回しが生まれたりっていうところをまあ学んでいけばいいだけのことであってその大前提の,その相手を信頼するとか自分のことをこう伝えたいって思いってやっぱり言語だけじゃそういう関係にならないと思うんですよね。 いやそうですね、確かに。でもなんかその、言語自体がその知識の部類に入るんだとすると、なんかこう、いわゆる僕が受けてきた勉強なんかも、うん、まず知識を覚えてくださいとか、うん、これ使えるような、いこの方程式を覚えてくださいとかですけど、うん、なんか、あれじゃないですか、やっぱりその、こいつともっと喋れるようになりたいから、覚えるとか、なんかやっぱりそ,そこにその学びの本質があるんだとすると、なんか、あれですよね、そういうそのスポーツが 作り出すなんか何て言うんですかねそういう学びのモチベーションみたいなものっていうのがないとそもそも知識も入るものも入らんっていうのはなんかすごいあの本質的な話だなって思,って思いますなんかまあこれ自分の教員が言っちゃだめなんですけど自分が学生時代に覚えてて感謝している人って知識つけてくれたまあ自分の場合は知識つけてくれた人よりも なんかいろいろ経験させてくれた人とか、まあ、知識は与えてくれなかったけどなんか自分のことを真剣に聞いてくれた人とかうん、うん、私あの人の授業を受けてなかったけどなぜかあのインターハイのあの観客席にあの先生見に来てくれてたなとか、はい、そのとこの方がなんかこう思いとしてやっぱあってその人のためにやっぱしたいっていうのがあってうん、うん、で自分もそのまあ英語教師としてあのなんか文法とか単語がどうのこうのってやっぱ言ってますけど。 やっぱそれよりもその今のその子の精神状態を見てどういう声かけをするのかとかなんかまあ別に本当まあね今日、五山のグリビアなお前らじいちゃんばあちゃんのる長しはやったかみたいな話から入るとか人間味とか相手のことを思っているのがこう伝わるっていう関係性の方が学校の教育現場という意味でも意味は強い。 だろうなというふうには常々思って、あのー、生徒とは接してますけれども。うんなるほど。知識がならないというか。いや、本当大事ですよね。なんかやっぱりそういうのって年齢の差は関わらず、まあ、というか特にその学校っていう場だときっと生徒さんってすごい敏感に、うん、この大人は、この先生はどういう人間なんだろうかっていうことをすごくきっと感じ取ろうとしているし、感じ取れてるんだろうなって。なんか もう私なんかもあの教室に伺ったりなんかするとあの、こいつはどういう人間だろうかっていうのをすごい見られてるなっていう感覚があるんですよね。人としてっていうあの関わりを持ちたいと思ってるっていうのは、すごいなんか大事なあのステップなのかなって思います。特に今の僕の,この、あのー、働いてる職場って母校なんで。 僕は,い、はその教員としてっていう感じで関わってないんですね。なんかこう、こ後輩、後輩たちよみたいな。<laughs> ああ、いいですね。ゃいい <laughs>、うん、みたいな感じで、まあお兄ちゃんっていうか、みたいな感じ、はい、まあ、まあ、もうお兄ちゃんっていう年じゃないんですけど、あの、はい、いうような感じでや,や,やってますね。うん、いや、すごい素敵です。ちょっとあの話、ごめんなさい、逸らしてましたけど、はい。なんかその、あの、恩師の方が、あの、教職をお勧められて、 ただ、なんていうか、それこそそれだけ頑張ってあの築き上げてこられた事業なわけなので、なんかそんなに簡単に、じゃあ教職でっていうわけにもいかないのかなと思ったんですけど、そこは割とことすんなりピポとしたものなんで今まで僕が、まあ、人生歩んできた中でも、結構こう、まあ、ターニングポイントというか、辛い判断。 はい、一つでもあるんですけど、うん、まあ自分がその,、まあ、その会社はもともとそのあのカナダ人とやってたにしても、まあ、自分の原体験から始めてるので、まあ、自分が引っ張ってた思いの方が強いんですね、はいで。途中からラスト3年、4年のところでは、あのそのえー、アメリカの方が、まあ、参加していただいて、まあ、いろいろやっていったんですけれども。 まああのそこでその、その人と一緒にその後半やっていく部分と、でその僕の監督があの、えー、教員免許取ったらどうだって言ったところっていうのは、ちょっとかぶってるんですね、最後の1年ぐらいが。はい、そのこで、まああの、その方あの、共同経営者の方も、まあ、自分のまだ28とか29だし、うん、自分の人生を作っていく上でそで、免許を取っていくっていうのは大事なことだから、まあ、それやったらいいんじゃないかと。 でもまあ本業こっちだよねと。<う>でも、僕ももちろんそうですと、うん、いうところでやっていると。うん、そ,うるそうすると、あの僕はまあ教員の免許を取り出したタイミングで、まあ、アルバイトもしなきゃいけないので、その会社に対して、会社一本じゃ食っていけないので。アルバイトするときに、その教育のことをもっと知りたいんだったら、その地元の教育、えっと、市の教育委員会が雇っている保健指導員っていう、はいあのー まあそういった発達障害を持っている子とか、まあ,あの新学級にいるような子たちっていうのを預かるような教室とか、あとは不登校の生徒を預かるような、はい、あ教室があるんですけども、そこの担当をしてくれないかっていう、まあ、時給800円とか、そういうような感じであの話があって、じゃあそれをまあ日中やりながら、夜はその、 もうアメリカの方とのいろいろやり取りをしながら、こう、留学発信業の方をまあ本業としてやっているという、こう、まあ、二足のわらじを吐いて、まあ、これまでその建設現場だったのがその保険指導になったとっいうだけなんですけども、っていうのをまあやってたんですね。めっちゃ、まあ、それも、まあ、二足のわらじずっとだからあれですけど、マジで大変ですね、それ。<laughs> まあまあ、うん。で、そうすると、あの、まあ、これ難しい話なんですけど、一般の通常学級という。 クラスにいて、はいえとま、例えば先天的な発達障害を持った生徒であっても、はい、後天的な発達障害がまあ中学校ぐらいに現れた場合であっても、まあ、この子はちょっとその、えー、授業をみんなの,その35人とかの中でやっていくよりもちょっと別教室でマンツーマンで授業を受けた方がいいんじゃないかっていう話をしたお親御さんにした時に。 はい、の保護者がいやうちの子はそういうのじゃないからあの35人入れてやってくださいっていう親もいたりとか、はい、あとはあのもう完全に教育に対して無関心で、えーまあ、朝食も食べさせないし、まあ、衣服もこう着替えさせないまんまこう学校にこうどんどん子供は一人で学校に通ってくるっていうのとか、うん、あと、まあ、これどこまで話せるかあれですけど横浜の中華街で、はい えーまあ、発達障害を持ったお子さん2人が、はい、2> あ雪降る、まあ、冬ですね、はいえー、ご両親が、まあ、逮捕されて、えー、どっかあの、まあ、あの留置場内に行っちゃったのでその2人がもう食っていけないって言ってこう保護されたっていった場合に<ー>、えー、全国のそういった子どもたちを,を預かれる場所っていうのを施設を探したときに 横浜から一番近距離でこう探していっても全部いっぱい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 で最終的に見つかったのは飛騨高山だったんですよ。っていうぐらいな、あのまあ、当時で、だから15年ぐらい前はい、うん。っていうぐらいそういった子供たちも世の中にも溢れてるし、行き先がない。うんあと中、中高校まではその個人と言われてるところっていうのは面倒を見るけど、 高速以上は出て行ってくださいっていうような、はい自分で生活しなさいっていうようなシステムになってるのとか、う本当、まあ、ねあの、自分その、まあ、自分片親で、はいあのー、離婚して、まあ、親父がいろいろギャンブルで借金して、あのーまあ、自分も壮絶な人生だったなとか、レスリングで、えー、日本一になりたいと思って、まあ、それをバネに日本一になりたいと思って、はい、まあ海外でもいろいろ頑張ってとか思って。 いたけども、まあ、自分よりももっとこう人生辛い思いしてる子どもたちってこんなにいるんやっていうのを結構あの直面して、うん、でその子たちを朝9時から、えー、給食食べて2時とか3時ぐらいまでこう相手するんですね僕一人に対して8人ぐらいかな8人ぐらい相手するんでそこはもう本当になんか自由な教室なんでいつ生徒たちも来るか分かんないしあの学年もバラバラなんで。 中学学校の三学年なんですけど好きなことやっていいっていうので、まあ、数学教えたり漢字教えたりいろいろ海外の話してやったりとかじゃあちょっとみんなこう天気いいから裏の山行ってちょっと海外でもしようかとか言ってやっ,てやったりとか、うん、である日はそういうのが結構楽しくて自分の子供がこがワクワクしだしてきたから今度はなんか親もあの先生に会いに行きたいみたいな感じで親も一緒になんかその授業参加したりとか <laughs> っていうのがなんかあったんですよその28とか9の時に。 はい、あ29か2930の時あったんですね。そしたらあ自分なんかこうレスリングがとか起業がとか一生懸命やるっていうことがあったけどもなんかその自分の、まあ、陽気なキャラクターとか、うん、なんか子供たちの接し方っていうのがなんか人のためにすごくなってんのかなとか,、まあ、なんかこの子たちの、うん、まあポジティブな影響っていうのを、まあ、それも目の当たりにして。 はい。したらんかこういう働き方とか生き方って合ってんのかなってちょっと思い出したんですね。えー、ってだた時にそのパートナー共同経営者の方があ<っ>まあちょっと、あのー、そっちの方が楽しそうだねみたいな、うん、こっち今後大丈夫かみたいな話になって、うんでまあ、人生28とか29っていうのは結構自分の人生をこう左右するあの大きな判断をする年にもなるから。 もう本当にあのー、留学斡旋業が本業でお前はやるって言うんやったらもう明日その学校に市の教育委員会にやめますって言って、うん、こっちに来てくれって言われたんですね、うん、でまあ確かにそうだなと、うん、でまあ一回その次の日の朝教頭にもそういう話をして今日付けでやめたいと思うんですけどって、まあ、本当何バカなこと言ってんだみたいな話をな,なって <laughs> でまあで <laughs> でまあ、そのまま教室戻ってまあ、その子たちの様子とかも見てたんですけどまあ、ちょっとその最後の最後になってその子たちに俺はしたから来ないわっていうまあ、その楽器途中ですからはい11月と12月ぐらいなんかまたこの子たちの何かその人生を裏切ることになるのかっていうかう,ーんうんなんなか自分がその自分の留学の経験から それを具現化するために、自分の人生を具現化するために、その会社っていう一つのゴールがあったけど、それを全部こう、チャラにしてでも、まあ、この子たちにはそんな言葉って、うん、明日から来ないわなんて言葉言えないなとか、<laughs> うん、<laughs> もう、この子たち、まあ、この子たちのために生きていくとはちょっと大げさですけど、うん、そのために生きる人生もありかもなっていうふうにちょっと思ったんですね、その時に。 そ,れでまあ、そのまんま学校でアメリカに電話して <laughs>、はい、僕、今、子供の前にいますけど、やっぱり辞めるって言えませんと、で言えないってことは、自分がその、まあ、上着いてるっていうか、あの本業に宣言できないっていうことでもあるし、うん、それはその共同経営者の方にも迷惑かけるっていうことになるから、あのうん、もう私、あの足引きますっていうので、あのもう全部、権利も全部渡して、辞めて、もう先もないですけども <laughs>。 中国支援学級の担当をそのままあのバイトでするっていうふうに、ままあ、教育界で生きていくっていうふうに踏み切ったのは29の時かな、ですねいやー、その決断はなんかもう、これまでの,その水口先生の,そのとりあえず京都で出て頑張るとか、とりあえずカナダ行って頑張るみたいな、なんかその感覚とは全然違う,こう決断というか。うん、ものね、うん うん、やっぱそ難しかったですけどねやっぱそのなんか2829で人生の大きな決断をするっていうこともまあ大事だと思うんです、まあ、ある意味決断をしたんですけど、うん、やっぱその本当にまあ昔あの小さい頃に虐待を受けた子どもたちとか、うん、やっぱその自分自身いろんな辛い思いをしてこう 体が高揚するとこの自傷行為の跡が体中からこう浮かび上がるようなことかっていうのがお兄ちゃんお兄ちゃんみたいな形でこうずっとこう信用してまあ信頼してくる姿とかなんか家庭科室でなんかパンとか焼いたら一番に持ってくるみたいな関係とかそれを自分の夢の方を優先できるかなって言ったらなんかできなかったんですよねうんか全部まあ もう,もう一回振り出しでも、まあ、自分が最初から作ったことだし、もう一回やればいいかとか、またタイミングがあるまた来るかなぐらいで、うん、でも、とにかく今はこの子たちのためにおらなあかんやろなっていうので、えー、まあそっちの判断をして。うん、なるほど。それはなんかあの、先ほどもお話になりま,ありましたけど、そのご自身のキャラクターとか、そのポジティブのが何か場に届けられるとか、なんかそういう,こうある種のこうやりがいというか、 自分がそのこう、ここに、あの、なんか役に立っているというか、自分の価値みたいなものをもう感じたっていうのも一つあるんですか、やっぱその、うん、うん。多分、あのそれが一番、うまあ一番、うん、まあ一、うんまあ、一番大きいのは、そのかか、彼らを見捨てることはできないっていうまず一つと、うん、まあ、自分の生き方の方向性が、はい、ちょっと、まあ、見えたかなっていうのは、その、彼らの、まあ、ポジティブな。 雰囲気になっていくのを見て思いました。うん、あこういう世界で自分も生きていくのがいいのかなっていう。ああ、その、それは、なんかこう、どういう、なんだろう、ポリシーを持って生きていくかとか、どう,どういう、なんかこう、うん。教育として生きていくことが多分自分はいいことなんだろうなとか、あ<ー>そういう辛い経験をした子どもたちでも、自分がこう、用の空気を出していけば、その子たちもこう用になっていくっていうか。 なんかね、絵、杉浦さんもご存知かわかんないですけど、絵を描けっていうとね、はい、そういう子供たちって、本当、はい、血の絵とか真っ暗な、真っ黒の絵とか、母親描きなさいって言っても真っ黒のね、まあ、憎んでるからとか、うん、そういう絵を描くんですよ、うん、カラーがない。でもね、まあ、なんか、ま、まあ、ほ本当なんかそういう <laughs> あの、な何ヶ月か、まあ、その自分が描いたとは思わないけど、なんかこう、楽しい時間を過ごしてたりすると、花の絵描いたりとか、うん 花火の絵描いたりとかなんかそういうふうになってった時になんかこの子の人生にとってなんかちょっとでも役に立ったかなっていうのとかうん、あのー、なんかその留学で一、えーまあ、生徒の人生を108度価値観を変えるとかグローバルな人生になってもらうっていうのも大事なことだけれどもうんあの目の前のその子たちのちょっとしたその変化っていうのもすごくいいことなんだろうなっていうふうに、まあ、その当時 は思ったったていやすごいなそれは何か本当にでもなんああのまあ、私もその授業を自分でやっているいるんですけどそのやってるとこう当然自分がこうなっていきたいとかこういうことをしていきたいみたいなそのまあある種利己的な感覚っていうのと、まあ、もちろんそれはその授業なので人の役に立ってないとしょうがないんで当然リタもあの っってていいきたいって思うわけなんですけどなんかそれでもやっぱりなんか原動力にあるのは自分がこうしていきたいとかあのこういう世界になったらい,いって自分が思っているとかなんかそういう感覚って、まあ、正直やっぱりあるなって思うんですけど、うん、なんかそこの部分がすごい何て言うんですか水口先生の中でそのタイミングでこうひっくり返ったみたいなところはやっぱそうですね。ここんんななにに身近にこんな問題 おこんなに小さな子どもたちが抱えているのをこれまで見えてなかったんだっていうのもすごくびっくりですしじゃあ自分があれだけ鍛えられた精神力とか体力とか <laughs> でこの子たちのためになんか、まま、守るじゃないですけど使わなきゃ、ね、意味ないんじゃないのお前の今までの体力みたいな <laughs> 思いとかもちょっとありましたねいやーめっちゃかっこいいですねいや、えー、そうですけどすごい ずっとダウン症の子どもたちと一緒にいるときの彼らの純粋さとか、うん、やっぱ保護者も一生懸命ですから、泣いて嫌がるダウン症の子どもたちに、先生、一般社会に生活させるためには、もっと、あのーうん、やってくれなきゃ困るんですみたいな、はい、そういうのとかね、そういうなんかプレッシャーとか。うん もう結構はあの、本当あの、あのー、教室ではいろいろ学ばせていただいたなっていう思いがありましたね。うんそれが本当に、その横浜から飛騨高山までこう来たっていう話で言えば、きっともちろんそんな根本的な解決今だってしてないわけですから、もう全国中でそういう場があるっていうことですよね、今も。うん。思いますよ。なるほど。 まあ立命館の治高校っていうのはある程度、やっぱ私学で、共学でっていうところなので、まあ、そういった思いを絶対忘れてはいけないと思いますし、まあ、そういった学校の子どもたちが全、すべての社会までこう、社会貢献できる、力を身につけさせなければ意味がないなっていうところはあの常々思いますね。うん。じゃなくて、はい うん、そういうハートは持ってほしいのかなと思いますね。うーんいやー、なるほどえ。そこからじゃああれなんですかその立命館のおじさんに行こう。なかなか立命館のおじに届かないですね。<laughs> え立命館のおじに行きてないですね。<laughs> <laughs> <laughs> 話がすごすぎて。はい、いや,い <laughs> いやあの、ね、そうなんですよそ。それがね、確かね、12月とかだったんですよ。 でまあ、自分のその、市の教育委員会のアルバイトとして雇用されるのは、まあ、次の3月まで、一、ま、軍、あ、更新なんでね、3月までというのがあったんですけれども、まあ、自分がその、まあ、単価切ったわけじゃないけども、その共同経営者に、まあ、やりますと言ったのは、12月。うんうん、言った時に、まあ、1月、2月ぐらいのタイミングで、まあ、立命館の,時のまあ教員から電話がかかってきて、はい、お前どうやと、あの、留学発旋業の方どうなってるんや、みたいな話があって、これまだ監督じゃなくて全然違う。 普通の、はい、担任の先生とかなんですけど、はい、あのいやいや、こうこうこうで自分は教育で生きていくことにしましたっていうのを決意をして、だったらお前、今、その常勤講師、これ3年が MAX の契約なんですけど、常勤講師としてまあ母校戻ってこないかっていう話をいただいて、でたまたまその、まああのー、採用試験とかまあいろいろあって、常勤講師っていうのはまあ3年間が MAX で、 でそういうのって、はい、その、他にいい就職先が見つかったりすると、あの教員が抜けて、辞めてたりして、結構年度末って、ギリギリのタイミングで、こう、教員がこう引き抜かれることとか、どっか行っちゃうとか、気が余ることってあるんですね。うん、でその枠が一枠あるから、お前もあの母校の生徒としてあのし、卒業生として知ってる人間やから、はい、1 0 0人になるということは約束できないけれども、あの教育で生きていくということであれば、 あの立命館宇の常勤講師どうだって話いただいて、はい、じゃあその年度が変わるというタイミングでもあるので、まあ、その子たちにはそのじっくりそういう話をして、えー、4月のタイミングでじゃ京都行きますっていうので、そ、はいえー、こ,こから私の教員人生が始まったっていう感じですね。それが 30, <な>30の年ですねそっか。そこから、じゃ今、10年で間にあの飛び立てジャパンに。 w レ o ジャパンが、はい、2年間、はい、3738かなうんなんか10年間で変わったこととかってあるんですかその、当時のご自身から今12年前ですかの部分から、ねまあ、あの変わってなきゃおかしいんですけど <laughs> <あの> <laughs> ま、やっぱりその当時 えーまあ教員として目の前の政党とかをどうしたいなとか自分の経験をどう伝えたいなとかいうぐらいの,まあそのまあ多くて35人ぐらいの単位の中で生きていてそれがだん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 とこう何年か経っていくと今度は学年の動きとか中,中高なので中学校の3学年の流れがとか。 今度は高校3年間、もしくは中高の6年間の流れがどうしたらいいんだろうっていう流れあの風に考えるようになってきて、うん、でそれがまあ教科指導であっても、担任としての行事とか大きな流れの中でどういう人材をこの高校からあ、まあ、中学で入っていただいた後、あと高校から出ていくときに、はい、どういった進路を歩んでほしいかっていう風うにまあだんだん変わってきて、うんでまあ、飛び立て留学ジャパンとか、まあ、文部科学省ですね。 文部科学に行った、はい、まあ行く直前はその、まあ、6学年とか一、まあ、クラスがとか学年がぐらいの感じだったんですけど、はい、やっぱり文科省行くと、まあ、高校だけでいうと全国5000校で、はい、で高校生でいうと一学年100万人の、まあ、300万人の高校生が全国津々浦々いろんな島にもいるしいろんな地域にもいるしっていうところの中で。 どういったその教育のカリキュラムなのか、まあ一定ってパッケージがどう生きてくるのかっていう話だったりとか、あとはまあ立命館宇治高校として、どうそのまあ立命館宇治高校がプレゼンスをどう発揮するっていうことよりも、立命館宇治高校の機動力を持っていろんなことに挑戦して、成功する場合もあるし、失敗する場合もあるし、はい、そういったことがその他校にまあ利用していただいて。うんうん まあ他校のためとか日本のためとか、その300万人、5000校のためにどううちがこうまあ踏み台になるというか、試験的になっていけるのかなっていう観点になれたっていうのは一つ大きいのかなっていう感じがしますね。うん、あなるほど。視点がかなりガッと広くなるというか。うん、そうですね。うんうん 目の前の子たちとか、まあ、一つの教室っていうことよりも、まあ、やっぱりいろんなあの地域とか、いろんな社会とか、いろんな境遇の子どもたちがやっぱりいるわけですから。はい。で、まあ、世の中もどん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 、こう、まあ、文化って言われたりとか、まあ、うん、がありますけれども、そういった中でどういった能力がやっぱり必要か、うん、ところをやっぱり見定めながらやらないと、まあ、確率的な、その、知識をただ単に知っていれば、 大学入試に入っていけるとか、まあ、うん、そういうことだけでやっぱりもうもう今時まあ学歴はもちろんありますけれども、学歴社会だけでは絶対社会っていうのはうまく回っていかないですし、はい、どうやっぱり発想力とかどうそのアジャイルしていくような力とかっていうのが必要かなっていうのは、うん、あのまあこれ正解ないんですけども、うん、<laughs> はいあの思いますね。うんなるほど。 なんかそ,のそれこそそういう,こう卒業をされていくんだと思うんですけど、3年、6年って、学校を経て、なんかこう、どうなっててほしいなみたいなことっていうのはあるんですか、こう常々思っていらっしゃることというか。あのーまあ、常々持っている、まあ、僕もそのまあこれ、先生に昔の監督とかに言われた言葉でもあるんですけども、やっぱり自分に自信を持っていける生きていける。 自信持って社会に出ていけるような人間になってほしいというのはもうこれに尽きるかなって思いますね。うん、あの中高でいろんな経験をしていく中で社会に出ていっても、まあ、俺自分一人でもやっていけるんだとか、はい、自分が何か夢があるやりたいことがあるっていう時に、えー、自信持って、えー、それを信じ続けることができる、うん、そしてまあちょっとでもまあ気持ちが折れた時にはそれを支えてくれる。 一緒にご飯をれる仲間がとか、先生でもいいんですけども、そういったサポーターが周りにいるとか、いうことがあれば、あの社会でも,も生きていけるのかなっていう感じはしますね。だから、まあううの一つがそのグローバル人材とか、まあ、国際教育とかいうような糸口にはなると思いますけども、うんはい、もっと大きいその生きていくために自分に自信を持つっていう経験をしてほしいですし、自分に自信を持った生徒。 生み出したいなっていうのは、あのはい、私がいつも思っていることかもしれないですね。うんうん、なんかその、そもそもそういう,こう自信がない生徒さんっていうのもいらっしゃるんだと思うんですけど、まあ、ある人は、まあ、それをこう大切に育んでいてもらえたらとは思うんですけどあの、ない生徒さんに対して自信をこう、なんかこう、はい、どうぞって言って渡すわけにもいかないわけじゃないですか,、うん、かちっなんか。 それはなんかどういうそこにはやりとりがあるのかというか、なんかその教育の,その現場の中で、自信をつけていくその道筋ってなんかどういうものがあるんですか、人が。なんか、自、ま、信、あ、あをつけるっていうのにも、まあ、いろんなグラデーションがあるかもしれないんですけども、例えば、その私がさっき言ってみたその世の中で一人で生き,生きていく、うんうん、そんなことがあっても大丈夫だみたいな、そんな大きな自信だけではなくて、 なんかちょっとこう自分がやりたい興味があることに対してこう飛び込んでいける勇気があっとか,、はい、なんかあか自分ってこういう強みがあるよねっていうようなことを知っているっていうことだけでも自信になると思いますしそれは本当小さな自分の趣味とかあ好きなこととかやりたいこととかでもあの十分いいかなというふうに思いますね。なるほど学校生活の中で言うと それが反活動の中での自分のポジションだったり、それがアドバイザーなのか、リーダーなのか、それがサポーターなのか、サマゾンもあったりすると思いますし、周りから認められるとか、褒められるということもそうですし、さまざまなところに今クラブ活動もそうですし、さまざまなところにその自分の自信をつける糸口というのはたくさんあるかなというふうふに思いますね。なるほど。いや、ありがとうございます あのとうとう立命館宇治の先生としての水口先生にたどり着いた。<laughs> <laughs> たどり着いたところでもう時間になっているっていうか。触りぐらいでね。触りぐらいであ。そうですね。ここから先はちょっとまた続編みたいな感じで、<laughs> 別の先生方にもぜひ、あの、はい、本当にあの素敵な学校だなって私もお伺いして思ったんですけど、なんか、あの最後になんか一つだけお伺いしたいんですけど、その、 水口先生が、その、あ、前にお話伺った時に、なんかもう、ほぼ徹夜ぐらいで、その、レスリングの試合に、こう、連れて行ってあげたりとか、うん、あの、もう、その生徒さん一人一人とか、学生さんとか、選手に、こう、向き合う姿が、あの、すごい、こう、あの、あったかいなっていう話を、あの、その後もスタッフと一緒に、あの、させていただいていて、なんか、そういう、こう、水口先生を、こう、モチベートしてるもの、日々、うん、あの、 それだけのあったかさで人と向き合われる、そのこう毎日をモチベートしているものというのは、何なんでしょうかうん。まあでも、自分自身がその小学生の頃、中学生の頃も地元の監督にそういうふうに育てていただきましたし、あのまあ、中学校3年の,その進路の先生にもそういうふうに育てていただいたりとか、高校、大学の監督たちもそういうふうに接していただいたりとか。 まあ周りの監督たちが結構そういう人たちが多いなっていうのが一つありますねで。そういう先生方は今まあ75とか、はい、あいうような先生ですけれども、あのそういった先生方っていまだにマット上がってこう指導とかしているので、はい、40とか30そこそこの人間が疲れたたなんて一言も言えないっていうのがまずありますね。<laughs> はい、で、自分、うん、たちの世代は多分、その競技者と,競,、えー、と競技においての指導、 っていうことだけじゃなくて、やっぱりその教員としてのとか、人材育成の教育界にいる立場としてっていうところを非常に見られていると思うので、だからそのレスリングという競技、自分の人生がこう浅はかに思われないためにも、そのレスリング以外のところで、レスリング以上の結果を生み出さないとだめなんだなっていうプレッシャーもずっとこうかけ続けてはいるっていうところもあると思いますね。いやー、すごいな、なるほど。まだまだじゃあ。 パワーはわわ。いや、まだな、ね <laughs> はい。序の口だ。序の口。あと三十五年ぐらいあります。はい。<laughs> ですね。いやー、すごいなー。うん、いやー、ありがとうございます。いや、じゃちょっとまあ、ちょっと時間経つのあっという間ですが。いやいや、もうめちゃくちゃもうすごいですね。もう本当に深い影響をとても受けましたけども。あの、水木先生、どうですかなんかお話しいただいていて、あのどんな時間でしたかいかがでしたか いやあの杉浦さんとお会いしたのっておそらく3年ぐらい前に、えー、とインスパイハイの,このオンラインでの教育というツールをリズムがーカちょっと知ってあのコンタクトをいただいたところからだと思うんですけども、はい、まあいつも本当にあの話しやすくてやっぱりこの心がつながるっていうところを大事にされているので自分も、はいはい、それに甘えて。あのいやい すを出しやすいので、はい、これからもぜひ相乗効果を上げながら、どんどん新しい企画したいなと思っています。いやー、<き>ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、いやー、本当にもう水先生についていきます。いやありがとうございます。<laughs> はい えとでは締めさせていただければと思います、えー、とインスパイハイラジオ、えー、ご登場くださいましたのは、えー、立命館宇治中学校高等学校の水口孝之先生でした水口先生ありがとうございましたありがとうございました,いましたはいありがとうございますでは皆さんまたインスパイハイラジオでお会いしましょう探究学習キャリア教育 SDGs 学習でお悩みの先生世界中の想像力と十代をつなぐ エドテックプログラム Inspire h i 国籍も仕事も世代も違うガイドたちがあなたの教室にインスピレーションをお届けします例えば台湾のデジタル大臣のオードリー・タンさん We are changing the world right now 詩人の谷川俊太郎さん意味よりも美しいの方が大事な場合がありますね死の場合には国連職員の高橋直子さん ただ、21世紀の戦争はもうそういう構想にはなっていなくてタレントの渡辺直美さん。でもそのネガティブなな自分を弾くくんじゃなくって世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で、詳しくはインスパイアハイで検索してください。